らい目にあったな本当よもう。もう今のキッズも結構パワーあるというか、本当あのすごいな勢いだけ。本当わがままな野郎増えたよな。はい、こちら、はい、皆様大変お待たせいたしました。さあカジノフィクサーを愛してやまないカジノフィクサーを応援してくれてる皆様、ご安心くださいね。あのな流れもないのにキッズが突撃したぐらいでフィクコロを再開させるほど私も身の程知らずではございませんので、ご安心ください。はい皆さんこんばんは。まあ、本当は僕ね、まあ、アークザラット、まあ、ご出演いただいたクロックスさん、そしてショウさんね、入ろうとしてきた、エルブーさん、ありがとうございました。あのエルブーさん、ここが今の時に乱入してきたんですよ。なんでお前です帰れですと思いました。さあというところで皆様、今日はね、まあなあ、まったくもう、ああいうのは難しいよな。いやほんと皆さん気楽に見てたけど難しいんですよ、ああいうのって。わかります？皆さん、ごめん、お酒のチャンネル入会ありがとうございます。もうこういうのはね、もうリアルでやりたいね、リアル系でやりたいよ。こういうのはネットでやっても何もいいことねえよ、悪口書かれるし。これでも気使うんだから、若い子相手にすると。ちょっと嬉しかった。なんで嬉しいんだよ。けど新人教育でもねえよ。もうとりあえずロアの込み抜けだね。さあこちらね、俺もあんまり好感度とか上げたくねえんだけどよ、もうしょうがねえな。もうたまにはこう分かりやすく、あ、そんなに噂ほど悪いやつじゃねえんだなっていう、これからな。ほらもう困ってんだ、ほらよ困ってんだよ。明日からまたまるちゃんが横浜出てくるっつってな、ほら困ってんだよ。俺はあいつもなんか熱くな、俺はな、お前ら、ほらまるちゃんがな、ここで横浜で1週間俺らと遊んでっていうか、オフ会やってね、リフレッシュしてくれて、それでまた岡崎戻ってね、また、まあ、何するか分からんけど、また頑張っていこうって言ったら、また行きますって言ったんだよ横浜に。また行っていいですか横浜って。また横浜行っていいですかって言ったから、いやまあいいんじゃねえの今度で、俺も忙しいからさって言って、俺も忙しいからって言ったら、ちょっとね、あのそっちで家借りようと思ってんですよとか始まってんの。お前ほんと丸つけファン聞けよ、ここちょっと録画しとけよ。俺呼んでねえからな、いいか丸つけファン聞いとけよ。俺聞いてねえ、俺無理やり呼んでねえからな、これだけお前ら伝えろよ。なんかもう俺が無理やり引っ張るとか芸能プロダクションに入れるとかいろんな噂あるけど、ないからな、ないから。芸能プロダクションもそんなめんどくさいことやるわけないだろお前ら、もう勘弁してくれよ、そんななんもないから。もう信二もロアもなんかほんとな、お前らなんか俺なんかフィクサーの犬とかよ、フィクサーの犬とかどうこう言うけど、俺はほんと何もしてねえんだぞ。いやほんと俺はな、勝手に信二がガス止まった、もう生活ができねえとか言って、で俺がそのリンゴ持ってったら俺の社長仲間が信二助けたいって言って、思い出せよ話を。俺はシンジの面倒見なんて一言も言ってねえし、俺はロアの面倒見なんて一言も言ってねえし、マルちゃんにフィギュア来いとは言ってるけど、もう横浜出てきて頑張ろうぜとか言ってねえし、それなのに全部俺が丸め込んでとか、全部俺がどうこうだとか、とんでもねえ話だお前、忙しいんだこっちは。ふざけんなお前、もうしらない本人に聞けよ。
さあというところで皆様こちらね、スゴロク参加者ね、スゴロク参加者募集。信じでさえも私に言ったセリフね、信じでさえも私に言った、小池さん予想してたよりはるかにいい人っすね、あの信じが言ったんですよ。小池さん予想してたよりはるかにいい人ですし、結構面白いっすねって信じが言ったんですよ。まあ、本人に聞いてみろ、これ本で言ったから、録音してやろうと思った。なんであんなに嫌われる感じの放送しちゃうんですか、おめえに言われたくねえよこら。はい、というところで皆さん、まあいいよ、まあそんなわけでね、しんじさん、まるすけさん止めてあげてください。でまるちゃんもしんじんとこ行ったらいいんだよな、しんじんところ、うん、俺んとこ行くとは、俺んと横浜来てわーわー言われるんだったら、あのしんじんとこ行ってさ、しんじと一緒に共同生活やんだよ、しんじとまるすけ共同生活ね、1位とあの1位と2位になりたくない人の共同生活って、2位だった人と2位になりたくなかった人の共同生活、ね、ここでここでクロックスがスゴロクに来たら、それはタレント性丸ですね。いや、ここでクロックスがスゴロクに来たら、それはタレント性は丸ですね。それはね、それは丸だよ、それは丸だよ。え、PUBG 勝たせるんで、マジで勝たしてくれんの、いやそれダメだ。いや、クロックスにそんなスター性があったら俺んとこ突っ込んでこねえだろお前、そんなスター性があったら、なんで俺はキッズ3人のなんかもう悲しいよ俺は。まがいないにもニコ生ナンバーワンドラケー生の人をやってる俺が、キッズ3人にさっき1時間いいようにやられたと思うと悲しいよ俺は。一応若いやつだから気使わなきゃいけねえとか気配んなきゃいけねえっていう圧力に KO されて俺悲しいよ俺は。なるほど、ちょっとコロシアムの腕の覚えある人3人、ギャンブルも入れません、ギャンブルも入れませんが、もう分からせるしかないなこれは、もうしょうがないな、もう。はい、コロシアム強い人3人お願いします。はい、コロシアム強い人ね、おいもうお前ら組めよ、エルプークロックス、お前職業がとか言うなよ、お前らも組めよ、職業がとか編成がとか言うなよ、俺に負けたらもう二度と来んなよ、お前らもうこいつらとの最後の一戦や、こいつらとの根性の別れをかけて最後の一戦や、俺が勝ったらもう二度と来ないから。マジで強いやつ頼むぞ、スゴロクこの後な、スゴロク8時40分からな、バカ野郎お前、青蝶するわけねえだろ、鬱陶しいよお前。
おい、ちょっとバトマスが生きる構成なんだ。バカ野郎お前、バカ野郎、フィグコロやるとは言ってねえだろうお前。フィグコロやるなんて言ってんの、別に負けてもフィグコロやんねえよ。今スゴロクやるために追っ払うだけだよお前。ちょっととりあえずバカ野郎お前考えろ、俺にここで負けてるらもうこいつら立場一生ないでお前ら。ここで俺に迎撃されたら立場一生ないで、こいつらがいくら泣こうが叫ぼうが殺し屋もどうこう言おうが、もうこいつらの発言力ゼロやで。まあ一戦だけな、まあ一戦だけな。ちょ、あの負けたらチャンネル抜けますよ。ちょっとすごろくまだ8人集まってる、いいだろもう、曲流れてると思って一戦だけいいだろもう。みんなもう今日出演してくれたギャラだよ、今日なんだかんだ1時間出演してくれたギャラだよ。1時間この放送のために時間を割いてくれた、もう勢いあるキッズへのせめてもの鼻向けで1戦ぐらいいいだろう。ギャンブルも入れねえよ、負けたからといってフィグコロ再開も約束しねえよ。ただコロシアムってそんなに面白かったっけって俺もちょっと興味が湧いたんだよ。おい、ちょっと俺と頼む、ちょ俺と頼む、ちょっと俺と頼む、3人ちょ頼む、ちょ俺と3人頼む、ちょマジマジマジ、優しくねえよお前、たん一戦ぐらいいいだろう、ベッドもねえから10分で終わるよ。おい、ちょ頼むぞ俺と、ちょっと俺何がいいの構成、リスナー教えてくれ。俺はバトマスしかいけねえけど、もう今あれか、おい頂上決戦や、現在のコロシアムの頂上決戦や。いや皆さんこの一戦で終わるんで、皆さんこの一戦で終わるんで、別枠でな、いろいろあるんだよお前ら、もうお前らも出演してもらったから こうやって終わんなきゃいけねえだろやっぱな。さあというところで、はい、こちらスゴロクやるから待ってな、スゴロクやるからな、待ってな、スゴロクやるから待ってな、おい誰も来ねえな、ギリは大事だよ、人間ギリを書いたら終わりだよ。ちょっとマジマジマジ、ちょっとマジ、ちょっと3人頼む、3人頼む、ちょマジマジ、ちょっと俺ちょっとちょ勝てるメンバーな、ちょ勝てるメンバー3人頼むぞ。いやいやいや、ま、ちょこれ勝ちたい、これは勝ちたい、勝った方が面白い。いやマジマジマジ、いやマジマジマジ、あれ人が人、あれあれチャンピオンが2人来て、あれチャンピオンが2人来て誰も来ないぞ、あれ誰も来ないぞ。これはクロックさん、エルブーさん、これはフィグコロ再開しても、あの、競技が成り立たないということの証明になりませんか。はい、こちら、残念ながら20時15分まで誰も来なかったら終わります。20時15分まで、賞金とかあげないから、すごくね、おい普通よ、普通すごろくやってよ、普通はだよお前ら、キッズ聞いてるか、こいつらがおかしいと思ってる多少モラルなキッズ聞いてるか、普通よ、普通すごろく一回やって盛り上げてその流れで一戦いいですかっつったらリスナーの味方になるけどよ、これからスゴロクやろうぜって言って集まってきた人追い出してよ、誰も来ねえでよ、もうこんな奴らがよ、コロシアム業界盛り上げられるはずねえよなお前らな、この義理というものを、義理というもののそのあったかさが分かんない奴にコロシアム業界盛り上げられるわけねえよなお前ら。というところでね、あの5分だけ待ちましょう。これが今のコロシアム勢たちのチャンピオンに君臨した2人や、お前ら
だから俺は殺し屋向かいから離れた。おお、これからチャンピオンになるやつら、もっとかっこいいやつらピッコロに来てくれ。誰も来ねえな。誰も来ねえな、おい。誰も来ねえ。そっち集まった。こっち。VS クロックス。クロックス、L プーかっこ第6回王者、ソム川のね、ねえ、いや俺に人望がないのか、いや俺に人望がないのか、ちょっとお前らなんでそんな強いやつ集めてくるの、ちょなんでお前ら、なんでお前ら、なんでお前らそんな強いの、なんでお前ら、なんでお前らレベル、なんでお前ら、なんでお前らカバリア相手にレベル96の全身理論値のパーティーで4人来るの、カバリア一匹相手に。ごめん。大体よ、大体よ、俺をパーティーに入れてよ、この4人に勝てるやつなんか存在すんのか。このクロックスとエルプー、ソム、カワノ、おい、これよ、これフリーザと、これフリーザとクーラとボージャックと、フリーザ、クーラ、ボージャック、まああと誰ぐらいかな、まあ、人造人間13号ぐらいとよ、俺せいぜいヤムチャだぜ、俺装備込みでヤムチャだぜ。ヤムチャに味方するやついるか、お前ら。いやもう、ヤムチャ、栽培マン、栽培マンだよ、お前。おい、ここで、おい、ほらほら、俺と共に戦ってくれるやつ。俺と戦ってくれるやつが、すごろくあんなに人がいたのに、お前らが来た瞬間、誰もいなかった。それ、悟空とベジータ。お前らここで登場するバラエティ性のある殺し屋のせいっていないんだよ、お前ら。みんな見てるくせに、ここで来る冗談わかるやつ誰もいねえんだよ。
ちっちゃいだろコロゼなあ、お前らちっちゃいだろコロゼって。デリデリせんぬあそこの差し込みベホイムすげえとか言ってるやつがいねえんだよ。あそこあの人が出てくれとか神とか言ってる、もうしょうもねえのしかいねえんだお前ら。おいコロゼ、お前来ました、来ました、マサト銀鎧、銀鎧マサトからの、ね、どのスライムかわかんないけどチームリーダー、ショーちゃんルームで、賞賛もあるのかおい、賞賛もあるのかちょ、お前ら日曜朝10時だと思って付き合えよ、日曜朝10時だと思って付き合えよ。いやこれちょ、いやこれで俺これ、ね、勝ちたいんだよ俺。いや俺こういうの勝ちたいんだよ、こういうのはマジで俺こういうのほんと負けたくないんだよ。こんなんもう99、いやハンマーナオだと言われようが俺負けたくないんでこういうの。私の辞書に敗北の文字はありません。これはマサとスライムちょっと名前売ってきたな、これちょ。ご飯何、ご飯これすごろくない、これな。小鳥さん参加ですか。小鳥さん参加なんですか。小鳥さん、改名、小鳥さん、参加なの、君参加なのこれ。根元愛と愛かい。いやちょっと待って、愛とかダメだけど、愛とかダメだけど入れば勝率上がるな。いや入れば勝率上がるけど、でもここでじゃあ愛でも生かせたら RMTR この生徒何も変わんねえな。ここで勝つためには愛を入れるしかねえっていうのは、この RMT の誘惑に負けるコロゼと全く一緒やな。お前ら入れない、俺は入れない、俺はそういう誘惑に負けない。あと食ないね、あと。あと食ない。道具だなこれ、道具はあれだぞ、ギリ道具できるやつ来んなよ。道具はギリ道具できますとかいうやつ来んなよ。僧侶とギリ道具できますみたいなやつ来んなよ。人を散々 RMT 呼ばわりしているような、今カリスマになろうと必死でやってるか器のねやつは来んなよ。いいか、お前ら器なんだ、こういうのは全部器だから。今の頃勢器あるやつ一人もいねえから。道具来てくれ、一戦頼めよこれ。いやちょっとでもちょっとこれちょっと一戦やりたくなってきた。いや、この一戦はちょっとやりて。よし。この一戦はこれやるしかねえな、これな。いやー、これちょっと道具来てほしいな。いや、でもちょっと久々に面白い殺し合いマッチメイクだな、これ。道具使い来てください。社長がここまでコロゼに喧嘩取れて本当だよ。いやギャンブルあのカジノすごい。
いや声かけなくていい、来てくれるやつを待つ。あと 3分待つ。来てくれる外場いない。ここに来てくれるやつを待つ。そしてやるからには勝つ。いや倒せば一気にチャンピオンを2人倒したことになるからな、ゴールデンナイトの名にふさわしいな。まあただ今いっちゃんな、いっちゃんフィギュコロと遠い中で集まったこいつらはある種本物のフィギュコロファンと言えるな。そこだけはちょっと感謝したいところだな。こいつらは本物の最後に残った6名のフィギュコロファンと言えるな。なお前ら、おい道具使い一戦、コロシアムのプロモーションしたいぜ。来てくれ。なんか昨日さクマちゃんがいじったら変になっちゃったんだよ。カスタムとかになっちゃった。なんだこれ、困ったなこれ。いやーこれ一人道具使い来てほしいな。道具使いで誰がいいんだろう。まあ一戦ぐらいやってもいいだろうお前ら。もうカジノフィクサーってギャンブルなかったら超早いよ。ギャンブルベッドなかったらあれこんなにあっさり終わんのみたいな感じだよ。でもね君たちね、これ真面目なこと言うんだけど、ギャンブラーがいてあのギャンブル時間があるから面白いんだよ。やっぱりね皆さん、ラーメン日本人行列好きだろ。なんで行列好きかって、あの待ってる時間に想像したりとかね、あの待ってる時間のテンション、あの待ってる時間の楽しいウキウキの時間が相まって待つのは楽しいんだよ。カジノのベッド時間っていうのはその待つ時間なんだよ。7、頼むぞ。もうお前ら3人のこと一生忘れねえ。おはようございます。22サバ。よっしゃあ、おい、おい、勝ったらこのドルボール前で4人でさ、もう撮ってるしな。分かったら4人でドルボードの撮影しよう。これ俺基本的に撮影受けねえんだけど、よっしゃー、勝ったらな、お礼じゃ。あのフィクサー、私が勝つと思う人は1、不本意ながらクロックスたちが勝つと思う人は4って言ってください。これはフィクサーが勝つは1ね、ナンバーワンゴールデンナイト。ふざけるな。1が1個もないぞ。ふざけんな。元気じゃねえか、殺し屋のかい。俺がいなくても平気だよ。おい、マサトスライム、7。そしてクロックス軍、こんなに見てくれる奴らがいるぞ。まだドラクエもコロシアもいける。これがカジノフィクサー再開までの最終戦じゃ。よし、オッケー。あ、バトンちゃんだ。お、
おこの人センスいいな。おこの人センスいいな。おこの人センスいいな。バトンちゃんとはちょっと斜め上来たな。おセンスいいな。バトンちゃんごめん、バトンちゃん出したことねえや。オッケー。ちょっと行くか。いやー、最後一個だけ真面目な話してもいいか。おい、ネトゲに狂ってるキッズたち、ハマりすぎちゃいかんぞ。時には待たなきゃダメだ。俺たちだってな、待って待って報われねえこといっぱい経験して大人になってんだ。お前ら望みはすぐできる時代に生まれてんだろ。こういうのきっかけに、流れがねえときは待たなきゃいけねえ、我慢しなきゃいけねえこと覚えろや。なんか持ってねえよ。そんなもんいるかお前。こっちは殺せじゃねえんだ。まんま行くよまんま。おお、流れが絶望の中、最後のフィクゴロを応援してくれた7人、俺忘れねえから。俺があれだけ殺し屋向かいディスって、これだけ殺し屋向かいに絶望して、それでも最後来てくれた7人、俺絶対忘れねえから。もう今の殺し屋向かい一回滅びろ。クローバー杯かなんか知らねえが盛り上げてみせろや。今のドラクエ勢出せんだよ、殺し屋向勢盛り上げてみせろや。こっちは丸助復活させちゃっからよ。
ッケー。ギガブレイク、ギガブレイク、おい、ギガブレイクねえぞ。あ、ギガ、ちょい、これ、ギガブレイクは打たねえとな、これ。流れ的にギガブレイク打たねえと。うん、これはラッキー勝ちを狙うしかないですね。やべやべ、逆転されてる。やべやべ、余裕ぶっこいで逆転されてる。ちょっと待って、俺分かる、なんとなく川野にポイント取られちゃいけない、川野ポイント取られちゃいけない。ソム、ソム、ソム倒しちゃうかな。ソム倒す、残り6ポイントだ、6ポイント、これ大事だ。最後わけのわかんねえ乱戦で勝つしかない、最後わけのわかんねえ乱戦で勝つ。そのためにまずミラブ、川野落とせない、わけのわかんねえ乱戦で勝つ。やばい、やばい、やばい、もうなんとか、やばい、やばい、もうなんとか、なんとかしろ、なんとかしろ、やばい、なんとかしろ、なんとかしろ、やばい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 、お前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